今いいさあのさアプリもあってさ、あレディママいらっしゃい。今いいアプリもあってさ、6時雨雲レーダーみたいなのがアプリ上で出てくるじゃん。GPS 機能使って、あれかなり正確だぜ。ナイスありがとう。降り始める自分が今いる場所にあと何分後に雨が降り始めますとかのがちゃんとアプリが教えてくれる。TY いらっしゃい。はじめまして、2回も言わなくていいっていうの。見えてるから。なんでそのさ、アプリ入れたかっていうとさ、あ、これって川とか山とか、アウトドアで使えんじゃんって思った。使えねえけどな。テルさんありがとう。ヤンコ先生もいらっしゃい。でもよ、さっきワイドショー見てたけど、東出正広だっけ？庵野旦那。あれの、不倫相手の女優、あれ結構、かわいいな。ちょっといないタイプだな。同じタイプが。あまり。原田なんとかって言うんだっけ？よくわかんない。俺ドラマあんま見ねえから。ああ。よくにいらっしゃい。あ、どうせあれだろ？東で、正広とかも、チンポ俳優だったんだろ？あれ有名だったんだろ？共演女優、UFO キャッチャー男で。ああ。バレたらボロがどんどん出てくるよな。前々から言われてましたとかよ。噂は聞いてましたとかよ。他にもなんとかっていう女優さんととかよ。どんどん出てくるんだよ。あ、いいよいいよ、みたいな。ああ。人の不幸は蜜の味だからね。ああ。原ちゃん放送やんねえな。まだ留置場かな。一回誰か行ってやってんのかな。行かねえな、川口まで。な。トシさん、いらっしゃい。どうよ。買い物行くのを、やっぱ押し殺したよ、俺。ダメだな、やっぱな。いろいろ見てると。確かにこっちのヘッドホンって耳当てにはなんだけど、外した時に邪魔くせんだよ。置いとく場所とか持っとく場所とかよ。その点今のちっちゃいやつは、コードのねえやつはいいじゃん。それはちょっとな。言ったら買っちまいそうだ。ポチッとなだよね。ポチッとなっていうか、まあ、俺は現場で買いたいタイプだから。やっぱソニーの方がいいな。かなり高評価だったよ。プロはありがとう。あざーす。さらに、あざーす。ビッグ当選、あざーす。イベント参加するようになったんですね。これ何です？チャンスタイム何なのこれ。チャンスタイムとかって枠に出てる。よし。チャンスタイムになんかあんのかね。俺をほら、参加しねえからさ、今までさ。あんま知らねえ。
スタイムなんて俺あんまり言わねえよ。うん、いや俺チャンスタイムとかは口癖で言わねえけどな。あ、当たる確率が上がるってことね。ああ、なるほど。から犬さんいらっしゃい。キャスパーさんこんにちは。ゴジラさんもこんにちは。ああ、松さんいつもありがとう。あ、いやいや、ありがとう、グロワ。いつもありがとう。いや、その、イベント参加って、こう、やってるうちに理解していくからさ、何が何なんだかわかんねえ、最初は。ああ。あ、ああ。よくにありがとう。なんかさ、さっきからさ、3-7が出たりとかさ、これ、あの、スイカが出たりとかさ、昔よ、あ、昔俺がやってたよ、あの、バクチバのよ、フルーツみたいなもんじゃんかよ。1万円吸い込むやつ。なあ、エイトラインっていうのあったべ。フルーツって、通称フルーツって言われてたけど。エイトラインでは、エイトラインの改造型が出て、音声がプチプチになりがちです。やねえ、あんなの。ふわっちゃありんじゃねえの。ああ。俺のは別になんてことはねえよ。いや、切ってもう一回付け直したっていいよ。俺が悪いんだったら。ああ。ふわっち、もう、イベント中はいつも重いから、流しんねえけど。ええ。任せるよ。聞こえねえんだったらやってても意味ねえし。言うと切り替えたって、こんなの治んねえから、多分。応援団長？あ、了解。じゃあ取り直すわ。あ、了解。